ブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はマサルもたまにお世話になっていますパソコンショップフロンティアの方から第12世代となる最新のインテルコアプロセッサーを搭載のデスクトップ PC の予約が始まっていますのでご紹介したいと思います。こちらフロンティアのトップページにアクセスしますと、もうすでにお知らせページに、この最上部に今回ご紹介します第12世代のインテルコアプロセッサー搭載モデル、こちらの予約販売についてアナウンスされています。具体的に今回どのシリーズでこの第12世代の CPU を搭載したモデルが登場するかといいますと、こちらハイスペックな構成でおなじみの GB シリーズ、こちらのシリーズとして今回のモデルが発売されます。価格にしましては、一例としてこちらに掲載されているスペックのものが289,800円となっています。ではもう少し詳しくこのモデルどういったものなのかご紹介したいと思います。こちらが詳細ページの方になります。今ご紹介しました289,800円のモデルとしましてはこちら、まず OS は Windows 11 Home 64bit となっています。まだまだ Windows 10が搭載された状態で発売されるモデルも多い中、この製品は最初から Windows 11が搭載されました。そして何といっても最大の特徴はこちら、 CPU が Intel の Core i7-12700KF が搭載されています。第12世代の CPU の中でもまあまあハイスペックな Core i7 が搭載となっています。なお今回はこのモデル以外にももっとハイスペックな構成も用意されていますので、そちらにつきましてはこの後でご紹介したいと思います。とりあえず税込みで28万円で購入できますこちらのモデルの仕様としては、メモリが 32GB、 ストレージは 1TB M.2、 グラフィックとしましては NVIDIA の GeForce GTX3070、 電源は 1000W のATX 電源 80+ ゴールドとなっていて、かなりハイスペックな仕様となっています。割とこのクラスの製品 CPU はハイスペックなものは持ってきたものの、その他の仕様、メモリが少なかったりストレージが少なかったり、あるいは電源もあまりいい電源がついていないということが多い中、このモデルは CPU 以外の部分もきちんと設計された、とても長く安心して使える構成となっています。電源も 1000W とかなり余裕があるゴールド電源が搭載されていますので、購入した後でもっといいグラボに乗せ替えたいという場合も柔軟に対応できる構成となっています。なおこちらのモデルにつきましては、この標準構成で購入するのはもちろんのこと、これ以外にもスペックを自分好みにカスタマイズすることもできます。カスタマイズできる項目としてはこちら、 CPU クーラーをもっと高性能なものに変更するか、特に水冷への換装も可能となっていますので、効率的に冷却したいという方は水冷クーラーへの変更というのもいいかと思います。あとはメモリにつきましては、64GB にアップすることも可能です。 64GB にアップしますとプラス4万円ということで、決して安くはないものの、長く使うことを考えますと最初から大容量のメモリを搭載しておくというのもいいかと思います。同じくストレージにつきましても、標準で 1TB と十分大容量のものが搭載されていますが、それを最大 2TB のものに乗せ替えることもできます。またそれとは別にセカンドストレージ、サードストレージということで、その他のドライブとして SSD などを追加することも可能となっています。さらにはこのモデル、フォースストレージということで合計4つのストレージを搭載可能なようです。バックアップも含め、なるべくたくさんのストレージ容量が欲しいという方は、載せる分だけ載せておくと後々便利かと思います。
またかなり大きめのサイズのケースを採用していますので、冷却効率もとても高く、ストレージをたくさんつけたとしても発熱の心配というのは最低限に抑えることが可能です。ただし、今仕様を見ていて気づいた注意点としましてはこちら。光学ドライブが外付けとなっているようです。ですので、光学ドライブ、どうしても内蔵のものが欲しいという方の場合は、残念ながらこのモデルでは対応できませんので、必要な場合は外付けドライブ、そちらを購入する必要がありそうです。ほとんどの方が今ご紹介した構成で、動画編集もゲームを快適にプレイすることはできますが、もっとスペックの高いモデルがいいという方の場合、同じく最新の第12世代の CPU を搭載したモデルとして、こちらの約37万円のモデルも今回予約が始まっています。こちらのモデルはどういう仕様かと言いますと、こちらは第12世代の CPU の中でもフラグシップモデルに位置する Core i9-12900KF が CPU として採用されています。それからグラフィックにつきましても NVIDIA GeForce RTX3080 ということで、こちらは CPU も GPU もかなりハイスペックな構成となっています。スペックに妥協したくないという方なら圧倒的にこちらの方がおすすめです。ただしその分価格は高くなってしまうものの、先日から発売がスタートしますアップルの最新の MacBook Pro M1 Max を搭載したモデルを比べますと、価格的にもスペックの割には手頃な価格になっていますので、特にクリエイターの方、そしてゲームを快適にプレイしたいという方などは M1 Mac を購入するよりもこちらのモデルの方が明らかにおすすめとなっています。こちらにつきましても当然スペックの方はカスタマイズすることができるようになっています。例えばメモリにつきましては最大で 64GB まで拡張が可能です。ストレージも最大 2TB まで、さらにはセカンドストレージ、サードストレージ、フォースストレージ、合計4つのストレージを搭載することもできます。こちらもやはりハイスペックな 1000W のゴールド電源が搭載となっていますが、もともと最初から載っているグラフィックにつきましても RTX3080 ととてもハイスペックなものが載せられていますが、今後発売予定の最新のグラフィッククボローが出ましたら、そちらに乗せ替えることもある程度はできるかと思います。今回はまだケースサイズがまあまあサイズの大きい、いわゆるミドルタワーのモデルとして第12世代の CPU 搭載モデルが発表されましたが、おそらく今後もっとコンパクトなモデル、スリムボディのデスクトップ PC などでも第12世代のモデルというのは出てくるかと思います。パフォーマンスにつきましてはやはりなんといっても今回ご紹介したようなこのぐらいのサイズのものの方が拡張性、それから性能、特に冷却効率などはある程度ケースサイズがあった方が効率的に冷却できますので、性能重視で選ぶならばこのぐらいミドルタワーのモデルを購入した方がいいですが、もっとコンパクトなモデルが欲しいという方の場合は、まもなく新型のコンパクトなボディのもの、しかも第12世代の CPU を搭載したモデルというのも今後登場する可能性はありますので、またその辺、例えば今回ご紹介しましたフロンティアの場合ですと、スリム PC に位置するモデル、例えばこちらの CS シリーズなど、しばらく新しいモデルが出ていないこの辺のシリーズ、これで第12世代の CPU を搭載したモデルというのも出てくるのではないかと思います。またその辺新しい製品が出ましたら改めて別の動画でご紹介したいと思います。なお今回ご紹介しました第12世代のインテル CPU 搭載モデル、実はこのような構成のものを間もなく購入する予定です。購入しましたら実機レビューの方もお届けしたいと思いますので、その辺最新の第12世代の CPU の性能、特に動画編集などクリエイティブ系ソフトのパフォーマンスの測定なども行いますので、その辺の検証結果など気になる方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また今回ご紹介しましたフロンティアの最新の PC 販売ページのリンクは動画の概要欄の方に貼っておきますので、
興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。